どうも、小野です。私はですね、今東京都内に来ておりましてですね、実はね、これから ANA の、A380 ね、航空券取っておりましたので、昨日ね、書便についての動画っていうのを出して、本当にたくさんにコメントいただきありがとうございます。ということで、ちょっとね、プロ意識を持ってやっていこうかなというふうに、思ってた矢先ね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたい残念なお知らせというか、まだわかんないんですけども、ちょっとプロ意識持ってやるにはどうなのってね、ちょっとことを思わせることを今からお伝えしようと思っております。それで、今回だから今夜夜8時にエアバス380 ANA のやつ、第2便ですね、初便が飛んで今行って戻ってきて、またそれがね、ホヌが青いやつね、あちらがね、向かうということで、初便には乗れなかったものの、そちら乗る予定でございまして、今ね、ちょっと見えるか分かんないんですけど、13時23分ということで、あと何時間後だ、6時間後ぐらいに出発でございます。だから今からちょっとね、東京都内にまだいますので、空港バス乗って向かおうかなって日に、思っておるんですけども、今回ね、航空券押さえてパスポートを持ってます。はい、パスポートもちゃんと持っております。はい、ですけども、あるものを忘れました。というのも、エスタが切れておりました。それで先ほど気づきました。いやエスタってこう分かんない人、まずちょっとお伝えしておくと、アメリカのビザみたいなものですね。日本人はノービザでアメリカに行くことはできるんですけども、このエスタの承認受けないとね、アメリカには入国させてもらえない、そもそも航空券の発券をね、してもらえないというものでございまして、こちらね、アメリカ、ハワイを含む旅行に行く際は必ずね、申し込んでおかないといけないものでございまして、こちらね、私ね、3月にサイパン2ヶ月前ぐらいですね、行ってですね、その時もサイパンは別にエスタなくても行けるんですけども、エスタあったらこう早く、入国できるということで、それ使って入国して、エスタあるっていうふうに思ってて、でももうそろそろ切れるなみたいなね、ことはちょっと頭の中入ってたんですよね。それでエスタね、早い話、こう最悪当日でもね、なんとかなるっていう話はちょっと聞いたことがありまして、今日の朝ね、何気なくこう確認して見てみたところ、エスタ切れてて、やべえみたいなね、ことを思って、すぐにもう当然申し込んでるんですよね。大体気づいたのが、今、13時25分ですけども、大体2時間前、もう1時間前ぐらいかな、2時間前ぐらいですね。それで申し込みとりあえずして、すぐ承認されるかなっていうふうに思ってね、ちょっとでも心配だったんで、ウェブで、一応ね、エスタの公式ページには、72時間以内には、こうね、判断しますみたいな、ことを書いておりまして、でも、当日でなんとかなったっていう話も聞いてたんで、大丈夫かなっていうふうに思ってたんですけども、なんかね、システムが2018年の12月ぐらいから変わったみたいで、今までこう即時でね、承認、機械的にしてたみたいなんですけども、特になんかブラックリストとか入ってる名前とかね、でなければ、なんかね、2019年から変わったみたいなんですよね。それでね、エスタのね、承認がね、機械的にじゃなくて、こう人が必ず、だからアメリカの人たちがこう、この人承認、非承認みたいな、感じで選ぶみたいなシステム変わって、すごいエスタの承認が遅くなったみたいなんですよね。はい、それでね、今見ていただいたらちょっと分かると思うんですけども、こうエスタの確認をしてるんですけども、現在は保留中ということでね、あと8時間ね、あと6時間ぐらいで出発なんですけども、されてない状況でございます。はい、というわけで、これ承認されなければ当然 ANA からもチケットがもらえないので、やばい、分かんないです。とりあえずね、でもね、もうちょっと承認される前提で、もう成田空港に、向かおうかなっていうふうに思っておりますので、どうかな。ちょっとね、でもね、あんまツイッターとか見ても、やっぱり僕みたいな人たくさんいたんですよね。たくさんではないですけども、ちらほらいまして、見た感じだと、今日行けた人もいますし、あんま行けなかったっていう話もないんですけども、でもやっぱり行けなかったっていうのも、なんかこう、妻も韓国人なんで、韓国語で調べてみたら、結構韓国人の方はいらっしゃったようでございまして、いや、どうなるかなみたいな、ちょっと本当乗れないかもしれないですね、今回エアバス380で、ね、今夜出発ということなので、とりあえずは今からね、空港向かって、もうで前提でちょっと行動したいと思う。承認されるね、なんとかされてほしいなっていうふうに思うんですけども、こうならないようにちょっと皆さんもね、
気をつけていただきたいなというふうに思うんですけど、とりあえずはもう今からね、あの泊まってたホテルにいますので向かいたいと思います。はい、はい、それでは今成田空港行きの京成バスに乗っているんですけれども、大体あれから30分ぐらい経ってるんですけど、どうでしょうか、多分変わってはないと思うんですけど、交流中ですね。まあ、今日はちょっとね、日曜なんで、アメリカは土曜の夜なんですよね。だから人がちょっとこれ承認してると、当然人も多分少ないでしょうか、平日に比べると。厳しいかもしれないな、本当にちょっと。やばい。というわけで、今は13時57分になりますので。あと6時間後かに出発なんですけど、無理かもしれない。とりあえず成田空港に向かいます。成田空港の第一ターミナルに到着いたしました。今3時10分になりましてね、果たしてちょっとエスターまだ確認してないんですけども、今どうなってるか確認してみようかと思います。でもね、多分ね、なんか乗れないような気がする。やっぱり、ね、土日なんで今アメリカも日本も、厳しいんじゃないかなというのも、とりあえずちょっと見てみましょう。はい、今から確認してみます。承認されました。というわけで無事ハワイ行けそうです。お、よかった。おマジか、よかった。というわけで乗れそうです。はい、お騒がせしました。はい、とりあえず乗れるようでよかったです。はい、それでまあ今日はだからね、今夜ホノルルにホノで行ってまいります。だからね、2週間以内に動画上げますよっていうふうに言ってたんですけど、まあ東京に来たのはね、第2時の、飛行機に乗る予定でございまして、まあね、どんな動画になるかわかんないですけども、まあ楽しみにしていただければっていうふうに思ってます。まあ今ね、ちょっとレストランにいるんですけども、まあ楽しんでいきたいと思います。まあそんな感じで今回ね、ちょっとお騒がせしましたけど、皆さん、エスタにはちょっとお気をつけくださいね。はい。